あの子は無だ。他人を信じ疑うことを知らない。そんなバカ正直だから騙されんだ。私本当に役立たずで、多くの人間が彼女のような存在を愚かだと思うだろう。だがいずれは気づく。バカ正直じゃ生きませんか。いいか、よく聞け。お前は決して役立たずなんかじゃない。彼女を愚かだと感じる自分自身が人を伝え傷つけることに慣れてしまっていること。また負けて泣いてんのか。こんなとこにいたとはな。秋山さん、ちょっと待った。俺も参加する。秋山さん、話聞くだけだ。はい。とにかく状況を説明しろ。秋山さんに全てを託します。まだイケメンがある。だったら藤沢がずっと家にこもってるじゃねえんだろ。何がおかしい。やっぱり優しいのね。お前も彼女に救われたんだろう、秋山真一。お前はもう以前のような弱い人間じゃない。次は横谷さんが来てください。あなたのせいで秋山さんに行くんです。こんなの秋山さんらしくないですよ。秋山さん、そうやって人のことをすぐに信じる。だからバカ正直。バカ正直じゃ秋山さんいけませんか。いいよ、バカ。まあ秋山さんって本当嘘つくの好きなんですね。ダメか、嘘つき。いいんじゃないでしょうか、人を幸せにする優しい嘘に。